施設行為について現時点分かっている範囲でございますが、ご説明申し上げます。まずはじめに本日の出席者をご紹介いたします。株式会社 IHI 代表取締役副社長森田秀夫でございます。グループの品質保証を担当しています。同じく IHI 常務執行役員資源エネルギー環境事業領域長武田浩二でございます。株式会社 IHI 電動機代表取締役社長村住隆でございます。それではまず森田の方からご説明申し上げます。 IHI 森田でございます。本日はお忙しい中、また急なお願いのところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。この度弊社子会社の IHI 原動機におきまして、エンジン製品の燃費性能を示す数値を不適切に書き換えていたことが明らかとなりました。お客様の皆様、それから多くのステークホルダーの皆様に多大なるご迷惑ご心配をおかけしておりますこと、ここに深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。それでは着席してご説明をさせていただきます。今回不適切な書き換えがあった製品は、IHI原動機で製造しております船舶用および主に発電に使用される陸上用のエンジンです。社内調査の結果、出荷時にお客様にお示しする書類の中で、エンジンの燃費性能をよりよく見せる書き換えを行っていたことが確認されました。出荷前に社内で行う試運転で計測された数値を修正し、お客様に提出することが長年続いてしまっておりました。特に船舶用のエンジンに関しましては、お客様にお示ししていた使用値を満たさない製品が過去の出荷台数の約4割に及んでいたということが判明いたしました。国内外の多くのお客様からの信頼を裏切る行為であり、ものづくりを担う企業としての の根幹が問われる有識事態であるというふうに重く受け止めております。発覚のきっかけとなりましたのは社員からの申告でございました。弊社では2019年に航空宇宙防衛事業領域での不適切事案を公表しておりますが、その後継続して取り組んでいる対話活動の中で、今回のきっかけとなる申告を今年の2月に受領いたしました。本日ご説明いたしますのは、その後の社内調査で判明した内容になります。過去の不適切事案を受けて、コンプライアンス意識の向上については、不断の取り組みを進めてまいりましたが、今回の事例の発覚は、その取り組みが道半ばであったと認めざるをいません。もう一度、こうした取り組みにはゴールはないという認識に立ち返り、実効性の高い再発防止策を策定し、また今まで以上に全社的な
コンプライアンス意識の向上に関する取り組みをですね、深めていくため、近日中に特別調査委員会を立ち上げることを決定いたしました。再発防止策や関係者の処分については、特別調査委員会の報告を踏まえ、決まり次第速やかにお伝えをさせていただきます。当該エンジン製品に関するお客様並びに関係当局の皆様には、報告を始めているところでございます。なお、今回書き換えが見つかった燃費性能は、エンジンの性能を示すものであり、安全性に直接影響する数値ではないというふうに認識しております。当該のエンジン製品につきましては、過去、安全性に疑いを生じさせるような事案は確認されておりません。また、業績への影響につきましては、現状、お知らせすべきものがございません。今後、影響が見込まれる場合には、速やかに公表をいたします。それでは、現時点まででの社内調査の結果、および今後の方針について、武田よりご説明申し上げます。愛知の武田でございます。私からは、これまでの社内調査で判明した内容についてご説明申し上げます。まず、愛知原動機の会社概要でございます。愛知原動機は、愛知の 100% 子会社で、船舶用エンジンや陸上用エンジンなどの製造、販売およびアフターサービスを事業としております。会社沿革としましては、1910年に設立した株式会社新潟鉄工所で行われていた原動機事業を2003年に IHI が継承し、新潟原動機株式会社を設立しました。2019年には、IHI グループの原動機事業を統合して、株式会社 IHI 原動機に称号を変更し、現在に至ります。次に、本発覚の経緯をご説明します。今年の2月下旬に、IHI 原動機の社員から、本来、試運転で実測した燃料消費率を記載すべきところを、修正した数値を記録値として記載し、お客様に提出をしていると、そういった申告がございました。この申告を受け、IHI と IHI 原動機で速やかに調査を開始したところ、IHI 原動機の新潟内燃機工場と太田工場において、長期にわたり不適切な書き換えが行われていたことを確認しました。対象となる職場には、直ちに実測値を正しく記載することを指示し、現在は是正されております。なお、現時点で各種エンジンの試運転やお客様の船舶や工場などで実際に使われる中で、安全性に疑義を生じさせる事実は確認されておりません。次に、不適切行為がどの部門で行われたのかについてご説明をします。IHI 原動機は、IHI の資源・エネルギー・環境事業領域が所管しております。対象となったエンジンの試運転は、IHI 原動機の生産センター、新潟内燃機工場と太田工場のリシプロエンジン製造部、製造組み立て部で担当しております。次に、本件の対象製品と対象工場についてご説明します。船舶用エンジンと陸上用エンジンのうち、こちらの写真でお示ししているディーゼルエンジンとガスエンジンの試運転の際、データの書き換えが行われました。これらの製品は、その下の写真でお示しするような船舶や工場、ビルなどの発電設備で使用される比較的大型のエンジンでございます。これらのエンジンは新潟県内の新潟内燃機工場、および群馬県の太田工場で製造・試運転を行っております。次に、
HI 原動機におけるエンジン製造工程の全体像と不適切行為が行われた工程をご説明します。新潟内燃機工場と太田工場におけるエンジンの製造工程はお示ししているとおりでございます。工場製造部門がエンジンを組み立てた後、完成検査を行い、工場内で試運転を行います。その結果を社内用の記録に記録し、工場試験成績表を作成します。品質管理部門がこの記載内容を確認して承認した後、お客様へ出荷します。工場試運転では燃料消費量や出力などを計測し、これをもとに燃料消費率を算出します。これが実測値です。今回の事案では社内記録作成時に実測値を書き換え、工場試験成績表に記載しておりました。これを記録値と言います。この記録値が品質管理部門で承認の上、お客様に提出されておりました。記録の書き換えについてご説明します。まず燃料消費率というのは、エンジンが一定の出力を出すときにどれだけの燃料を消費するかを表す数値です。通常自動車などで言われる燃費は値が大きいほどエンジンの経済性が高いのですが、このエンジンの燃料消費率の場合は値が小さいほど経済性が高いということになります。次に書き換えについてご説明します。お客様に提出する使用書には 100% 負荷の際の燃料消費率を記載いたします。これを使用値と言います。 100% 負荷とは、実際の運転ではフル稼働の少し手前、車でいうとアクセルを少し踏み込んだイメージでございます。書き換えには2つのパターンがございます。丸1のグラフをご覧ください。これは実測値が使用値を満たさない場合です。この場合、青色の点は使用値を満たしていないので、使用値に近づけるために燃料消費率を良くする方向に書き換えておりました。青とオレンジの点の乖離幅は、船舶用で平均で 1.8%、 陸上用で平均で 1.2% となっています。次に丸2のグラフをご覧ください。これは実測値が使用値よりも良い状態であるのに書き換えている場合です。この場合、青色の点は使用値を満たしているのですが、過去に納入した製品の燃料消費率と乖離が出ないように数値を修正していました。次に昨日の時点での調査結果をご説明します。昨日までの調査結果では、現時点で2003年以降のデータを対象としております。まず船舶用エンジンにおいては58の機種が該当し、出荷台数4881台のうち、データを修正した台数は4215台です。このうち使用値を満たした台数は2169台、使用値を満たさない台数は2046台です。陸上用エンジンにおいては40機種が該当して、出荷台数が656台、このうちデータを修正した台数は146台です。このうち使用値を満たした台数は134台、使用値を満たさない台数は12台でありました。関係者のヒアリングでは、燃費データをよく見せることや、データのばらつきを整えることを目的に修正した旨の証言があったほか、前任者から引き継いだという証言もあったことから、本件の背景にはコンプライアンス意識の欠如や職場風土の問題が存在するものと考えております。該当エンジンに関連する法令及び規則等への抵触の有無については、
実測値を用いて改めて確認を行っております。船舶用エンジンにおきましては、海洋汚染防止法および国際海事機関が定めるNOX規制について、海外向け製品で基準を逸脱している恐れのある事例が確認されました。また、漁船検査規則で定められている燃料消費率につきまして、基準を逸脱している恐れのある事例が確認されました。これらの結果を踏まえて、引き続き慎重に調査を進めてまいります。陸上用発電エンジンにつきましては、燃料消費率を規制する法令及び規格はございません。また、すべての陸上用発電エンジンに関する大気汚染防止法への適合は、第三者検査機関が計測した結果に基づいており、違反はございませんでした。改めて、この度は皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけする事態となりましたことを深くお詫び申し上げます。私からの説明は以上でございます。はい、それではここからは質疑応答の時間とさせていただきます。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。係の者がマイクをお持ちいたしますので、大変恐縮ですが社名とお名前をおっしゃっていただき、ご質問いただけますようお願いいたします。一番前の TBS テレビの上田と申します。2問質問させていただきます。こうした事案が何で起きてしまっているのかというところですけれども、2019年に航空機のエンジンの件があって、そういった結果から今回内部告発があって、明らかになったということですけれども、内部告発がこう出てくるというのは、この5年間 の立て直しのところが反映されたところだとは思いますが、根本的にはやっぱりその会社の企業体質がやっぱりこの5年間でこう、変えることができなかった、ここの中でも前任者から気づいたとの証言もあったという記載がありますけれども、その抜本的なですね、企業風土の改善にこう至らなかった背景がどこにあるのかというのをどう考えたという点とですね、もう一点はNOX規制のところで海外向けの製品で非常に逸脱している恐れがあるということですけれども、これ国内向けの製品はなんでこう逸脱することがなかったのかというところを教えていただきたいです。お願いします。はい、それでは最初 のご質問に関して、森田の方から回答させていただきます。まず2019年に、事案が起きまして、その後先ほど申し上げたように不断の努力を積み重ねてきたつもりでございます。で、その結果としてご指摘いただいたように、今回、申し出があったというようなことが、起きただとは思いますが、しかしそれにしても時間が長すぎるだろうというところは、もうこれは深く反省するしかないかなというふうに今考えております。やはりコンプライアンス、それから企業文化の改善というのは非常に長い時間がかかるものだというふうには言われておりまして、私どももそのような指導を受けておりますけれども、しかしもう一段何か変えていかなければいけないのではないかというふうに思っております。で、品質のためにはですね、多分意識と仕組みというのが両方必要なんだろうと。意識といいますのは多分コンプライアンスの意識である、ルールを守らなくてはいけないという意識というのを持たなければいけないということと同時に、そのルールが守れるようにする、あるいは何か起きたら声が安心して出せるようにするための仕組みというものがある、その両方がなければ品質は保てないんだというふうに私は考えております。
ので、今回19年から の対応はですね、どちらかというと意識に偏っていたかなというのは、これは私の今の感想でございます。ただし繰り返しになりますけれども、これから特別調査委員会を十分な調査をしていただいて、で予断を持たずにですね、その問題点というのをえぐり出して、対応を進めてまいりたいというふうに思うところでございます。それでは、はい、愛知県同期の村住でございます。2つ目のご質問でございますけれども、現在ですね、引き続きこのノックスの規制値に対する評価、継続しておりますけれども、最初に見つかったものがですね、海外向けということでございます。でこちらの調査の方は、調査、ノックスのですね、評価というのは、基本的には海外向け、国内向け、同じプロセスで評価をすることになっておりまして、今回見つかったのがですね、海外向けだったということでございます。したがって国内だからとか海外だからということはなく、今見つかったのが海外向けだったというところが現時点で判明しているところでございます。ありがとうございました。はい、それでは、隣の女性の方、お願いいたします。テレビ東京長井と申します。私も2問お願いいたします。まず1点では、先ほどの質問と若干関連するところがあるんですけれども、御社の2019年の LNG 不正だけではなく、遡っていくと2007年の有価証券報告書の記載というものもありました。企業取り扱い改善した中の中での今回の事案と思うんですけれども、ヒアリング結果を見ていましても、この燃費データをよく見せること、こういったことがその現場で必要だと思われていた背景についてはどのように分析されていらっしゃるのでしょうか。もしくは例えば業績とかへの中のプレッシャーというのがあったのかなというふうにも推察されるんですけれども、ここの要因どう見ていらっしゃるのか教えていただきたいのが1点目です。あともう1点はですね、今回の製品なんですけれども、基本的には群馬とこの新潟の工場で作っているものを全てという理解でよろしいのか、例えば他の工場で似たような製品を作っていて、そちらでは不正が見つかっていないという理解でいいのか、1点目は森田副社長にお伺いしたくて、2点目は村住さんにお伺いしたいです。以上です。はい、ヒアリング、データをよく見せる動機というのをいうご質問だと、いうふうに理解しておりますが、この点につきましてはですね、これはかなり重要な今後の調査対象になるかなと。今まだヒアリングが非常に限定されたものに対してしか行っておりませんので、であともう一つは、非常に長い期間どうも行われてきたようだということがございますので、どこまで遡れるか分かりませんけれども、古い時代を知っているものに聞くということも必要かと思いますので、今後の調査にを待ちたいというふうに考えております。2点目のご質問にお答えします。愛知原動機ではですね、今日ご紹介のありました太田工場、新潟内燃機工場以外にですね、新潟県にガスタービンの工場、それと芋の鋳造部、鋳造の工場、この工場がございます。で、ガスタービンの工場でございますけれども、こちらの方はですね、これまでのヒアリング、あるいは記録の調査、こういったものからですね、不適切行為は認められておりません。で、一方ですね、鋳造工場でございますけれども、こちらの方はエンジンですとかガスタービンで使用する鋳物を生産する工場ということで、素材工場ということで、試運転は行っていないと。いうことからですね、燃費計測という視点からですね、現在のところは調査の対象から外しております。以上でございます。はい、その他ございますでしょうか。一番の共同通信の内田と申します。具体的なその当該エンジン の納入先に関して確認で伺いたいんですが、例えば海上保安庁の巡視船であるとか、JR 北海道の列車であるとか、あとはいわゆる自治体が保有しているような漁業練習船のようなものにも納入されていたと聞いているんですが、具体的な例えば海上保安庁であれば、どういう名前の、どういう船に巡視船に出ているとか、
車両であれば、その型式がどうなのかとか、あとその実際であれば、具体的に何件のどういう船に出ているのかとか、そのあたりの詳細が分かっている情報をお願いします。はい、現時点におきましてはですね、引き続きお客様への、まあ、ご説明、これも合わせて、進めているところでございまして、現時点におきましてはですね、個別のお客様に対するです、をですね、ご説明するのはですね、控えさせていただければというふうに考えております。もう一点なんですが、ちょっと趣旨があるんですが、今回2003年確認できる2003年以降の、の確認によって今回のその数字が分かったということなんですが、結局そのあくまで、まあ、資料上確認できたのは2003年以降ということで、まあ、遡ればその例えば1990年代だとか80年代だとか、そもそもこの工場がいつから創業していて、そのいつ頃からその可能性の部分でいうとどれぐらい遡れる可能性が理論的にはあり得るのか、その点はいかがでしょうか。はい、現在ヒアリングにおいてはですね、1980年代後半から不適切な行為があったというヒアリングの結果が一つ証言としては得られております。で、どこまで遡れるかということでございますけれども、今2003年より前のデータについて、引き続き調査を始めるところでございまして、基本的には手元にあるですね、確かなデータ、確認できる記録についてはすべて確認をこれからしていくつもりでございます。今おっしゃった80年代後半というのは新潟と太田それぞれ双方でいいですか。今確認できたのは新潟の方でございます。太田に関してはどういうことですか。太田工場いつできたっけ。太田工場の方はですね、現在ですね、確認できている記録がですね、2001年、以降ということでございまして、引き続き探してまいりますけれども、まあ、少なくともそこまでは調査を進めてまいりたいというふうに考えております。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。一番前列の右手の方、はい、お願いいたします。朝日新聞の高橋と申します。何点かありますが、1点目、燃料消費率の改ざんが行われたエンジンに関して、その改ざんの幅について、例えば平均でどれぐらいですとか、そちらお伺いできますでしょうか。はい、先ほどの説明でもあったかと思いますが、白洋エンジンでですね、その外れの幅は 1.8%、陸上用のエンジンで 1.2% でございます。で、一方、まあ、最大値でございますけれども、まあ白洋エンジンでいきますと、最大で外れているものが 10% 外れているものが、まあ、一部でございますけれども、あることが判明しております。今回の対象となる2つの工場ですけれども、生産体制は今後どうなりますでしょうか。停止ですとか、そういった状況にはなっていますでしょうか。現時点におきましてはですね、先ほど説明がございましたとおりですね、実測値と、記録値という、ここの二段画面 の、 数値を使用せずですね、すべて実測値そのものをダイレクトにですね、使って、検査を終了して、それで、合格、不合格の判定をして、出荷をするということを、進めております。そもそもなんですけれども、前回の航空検診不正を受けて、その再発防止ですとか、その過程の中で、今回 の、 その白洋エンジン、陸上用エンジンのですね、ここで何らかの不正が行われていたかどうか の、 その調査というのはしていましたでしょうか。本燃料消費率に関する調査は行われておりませんでした。
なぜ行われていなかったか、理由をお聞かせください。はい、私の方からお答えしたいと思います。前回の2019年以降の、調査でございますが、工場の中にはたくさんの、計測値だったり検査行為だったり、あるいは工程そのものという加工そのものというものもございます。でその中で、どういうものが可能性があるのかということになるわけですけれども、基本的には、なかなか加工できない、入らない、困っているという現場がそういうふうに思っているというものが、問題になるであろうということで、逆に言いますと、現場へのですね、ヒアリングをベースに、やってきたと。いうことでございます。ですので、そういう、心配が現場の作業者があるいは検査員が、意識として持っているものを探すという方法を主に取ってまいりました。ということで、その中に今回の消費率というのが入ってこなかったということだというふうに思っております。理由はあれと、その前回の大規模不正がありましたので、よりですね、範囲を広げて事業の幅を広げて、さまざまスクリーニングしていかなければいけなかったのとは個人的には思いますけれども、副社長ご認識いかがでしょうか。はい、その通りだと思います。で、どうやって調べていくかということにつきまして、品質を担保するためのですね、システム仕組みがいろいろございます。で、そういうことに、どこがどこにほころびがあるかという探し方をまずしていくことが大事かなというふうに考えております。場合によっては本人たちがですね、どこまで隠そうと思っていたかという問題はありますけれども、そういうふうになっても見つけられるようなシステムになっていない場合には、ここが非常に大きな問題になってくるということで、そういった意味でのシステムを、の監査というところをもう一回、初めから始めようというふうに今動き始めているところでございます。最後に1点ですね、今回船舶のエンジンがほとんど占めるということで、その船舶に関してはその今脱炭素の動きを受けて、HAI 原動機でもですね、アンモニア燃料 の, そのエンジンの開発等も進んでいるかと思います。国家的なそのプロジェクトというところも中にある中で、今回の船舶エンジンをめぐる不正が明らかになりました。これについて、どのように思われていますでしょうか。はい、アンモニアのエンジンにつきましては、我々がですね、次世代の事業として、またカーボンニュートラルに資するですね、非常に大きな社会貢献ができる技術だというふうに思って開発をしておるところでございます。しかしながら、そのエンジンを作る現場でこういうような状態であったというのは非常に残念なことでございます。特別調査委員会の徹底したですね、調査と、それに基づく是正策を取ってですね、胸を張れる製品が作れるように、改善をしていきたいというふうに考えております。アンモニアエンジンの状況そのものは、はい、アンモニアエンジンにつきましてはですね、現在2機種ございまして、最初はタグボート向けのエンジンがですね、現在出荷済みでございます。でこちらの方はですね、
燃費も含めてですね、記録の再チェックをして問題ないことを確認済みでございます。でもう一つがですね、これからアンモニア燃料船向け、アンモニア燃料運搬船ですね、向けのエンジンをこれから試作、そして実証に向けていくべくですね、今年度から取り組んでいく予定になっておりまして、こちらの方もですね、引き続き安全性にはですね、十分な配慮の上ですね、実証に向けた取り組みをしてまいりたいというように考えております。ありがとうございます。後ろの手を挙げていらっしゃる。産経新聞の池田と言います。すみません、ちょっと基本的なことなんですけれども、このいわゆる使用の性能を下回っているエンジンというのが4割ぐらいあったという話でしたけれども、これは要は使用を満たさないということは、このエンジン自体がその不良品というか、その設計上求められる能力を持ってない製品という認識でよろしいのでしょうか。で今現在 の, その工場の方で実測値を記載して、工期判断して出荷をされているということですけど、ということは実測値で満たしてない製品がかなり今出てきているという状態だというふうに捉えてよろしいでしょうか。一つ目につきこのご質問につきましてはですね、エンジン、実際試運転をするにあたってエンジンそのものの個体差によるですねばらつきがございます。でこのばらつきによってですねその合格になるものあるいは合格にどうしてもできないものございます。でこういったものはですねこの今すべて実測値で出している場合、実際ですね、どうしても満足できないものがございます。でこれについてはですね、お客様との使用の取り決めの中で、進められているものでございますので、お客様とですね、協議の上ですね、これについての対応を、しているというところで、ございます。で、もう一つのご質問でございますけれども、不良品という扱いは我々としては考えておりません。基本的には使用の中でですね、あるいは使用をお客様と取り決めをする中でですね、やっというもので、考えております。エンジンの設計そのものとかに問題があるということではないという理解でよろしいでしょうか。そうですね、基本的な設計については問題がないというふうに考えております。わかりました。それ と,、この不正が行われた過程の中で、これは品質管理部門で要は承認をしたと、いうことですけど、この品質管理部門というのは、この作成された書類を、確認するだけで、実際 の, データが正しいものかどうかというのは、全く関与しないということなんでしょうか。例えば無作為に、いくつか実況を取ってデータを確認して、ちゃんと記載と、実際の成分が合っているかどうかというのを、例えば、半年に一度やるとか、そういった作業というのは全く行われず、書類だけで品質保証管理をされていたということでよろしいでしょうか。はい、今回問題となっている燃料消費率については、今ご指摘の部分がご指摘の通りで、そこのプロセスに非常に問題があるという認識がございます。で検査項目が燃費だけじゃなくて、多岐にわたってございますので、あるものは実物と記録の確認をやる、今回の燃費はそういった確認が抜けているということでございます。すみません、IHR さんの品質保証というのは、他の製品についても、その項目によってはそういう形で、書類数値のみで品質保証が通るというものもあるということでしょうか。はい、ちょっと私の方からお答えいたします。先ほど私意識と仕組みがも、あるというふうに申し上げました。でその仕組みの部分で、今回の事象でですね、
非常に大きな問題になるのは、先ほど、組織図を示したかと思うんですが、この製造部門で計測をやっていたということなわけです。で、これは、IHI だけではなくて、一般的な品質保証の方法として、やはりこの品質検査というのは、製造から独立してなければいけないというのが非常に重要な点でありました。で、すべての検査、数字、計測というものを、本当にすべて独立した検査員がやれるか、それが現実的かというのは非常に大きな問題になるんですが、ただし、今回のこれに関してはですね、やはり独立した品管部門が検査をするべきであったと、でそういったチェックが抜けていたというのが、非常に大きな実はこの仕組み上のですね、エラーであったろうというふうに考えております。先ほどどなたかの質問で、仕組み上のシステム上のですね、チェックを先にやりますというふうに申し上げましたけれども、非常に重要な事例、案件がですね、やはりこの品管部門の独立性ということになるかなというふうに考えております。もう一点、その2019年、その前回の問題があって以降ですけれども、今回の件については、全く、声が上がらなかった、問題点がですね、この2月に出てくるまで、要はその間ずっと、何も、問題が提起されなかったというのは、先ほど その意識の面については、再発防止に関して、いろいろ力を入れておられたようですけれども、それはもう意識の面でも結局、その品質重視ということが全く実行されてなかったということではないかと思うんですが、いかがでしょうか。はい、その点につきましては、やはり重要な今後の調査案件だろうというふうに思っております。関係するもののどのくらいの人数がですね、どういう意識でこれをやっていたのかということについては、きっちりと調べなければいけないなというふうに思っております。引き継がれていたということは、今の時点で、これは組織的に行われていたというふうに言って差し替えないのでしょうか。はい、この先ほど図でお示しした、試運転の検査を担当している係の中ではですね、やはりこの全員が認識をしていると。ということでございますけれども、その他にどういった部門が今回の事象のことを認知していて、関与していたという部分については、非常に重要なポイントになってございますので、この点についてはですね、特別調査委員会の調査結果も踏まえて、今後しっかりと対応していきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。それでは、左側の方にお願いします。共同通信の奥田と申します。ちょっと顧客の対応の方で確認をしたいんですけども、今回の件を受けてですね、例えば顧客への保証をするだとかですね、交換してほしいというような要望があった場合には、その出荷していたものをですね、取り替えるような対応をするのか、今後の顧客向けの対応の今の状況と今後の方針を教えてください。はい、一つ一つのお客様と、それぞれいろんな仕様がですね、最初にお取り交わしをする仕様が異なってまいりますので、そのお客様に対してですね、丁寧に協議を進めていって、誠意を持ってですね、今後しっかりと対応を進めてまいります。あともう一点、これ、全体のご紹介をお聞きしたいんですけれども、今回の件というのは、
昨今は日本の他の企業でもですね、その検査性が相次いでいる中でですね、まあ、日本製品の信頼を揺るがすことにつながっていくことだと思うんですけども、その辺ご認識をどう受け止めていくのかということと、まあ、今後信頼回復に向けてですね、どのように取り組まれていくかというお考えの点です。その点を教えてください。はい、日本のものづくりがですね、いろんな意味で危機にさらされているというか、そういう状態であるということは私もそのように思います。ただ我々は自分たちのものづくりを本当に真摯にですね、極めていかなければいけない。そのためにはこのクオリティ、品質というのはもう最重要のことになります。ということでこの品質第一、クオリティファーストという、理念をですね、しっかり持って、ものづくりが胸を張ってできるように、改善をしてまいりたいというふうに思います。ありがとうございました。それでは、一番前の男性の方、海道新聞の堀田と申します。よろしくお願いします。3点お伺いします。まず、安全性に異議を生じさせる事案が確認されていないということについてちょっと具体的にお伺いしたいんですが、これは燃料消費率以外の数値については使用値を満たしているということをご理解してよろしいでしょうか。で、2点目が、実測値と使用値との乖離ですが、先ほど白用で最大 10% ということがありましたけど、陸用の最大値について教えてください。最後に陸用のうち鉄道に使われているエンジンが先ほどの対象製品のうちどれが該当するかをお知らせください。以上です。はい、安全について私の方からで、2番3番については村清の方から回答します。まずその安全についてですけども、まあ、船舶エンジンのですね、製造過程において試運転というのは船舶安全法のもと船舶が安全に航海できるということを確認するために実施するものでございます。でさらにその同時にですね、エンジンの性能を示す燃料消費率も試運転で確認します。でこちらの方はまあ性能面であって、安全に影響するものではないというふうに認識をしています。さらに今までのヒアリングの結果において燃料消費率以外の項目での書き換え、こういった証言は今のところ得られてございませんので、まあ、そういった点で、まあ、今のまさに現段階では確認ができて安全に、まあ、影響を及ぼすようなことが確認ができていないというようなないような状況であるというふうに認識しているという回答。2つ目のご質問でございますけれども、約 2% でございます。恐れ入りますが、3つ目のご質問もう一度よろしくお願いします。燃料製品のうち鉄道に使われるのはどれでしょうか。どれと申しますと、5ページの、ディーゼルエンジン3種類とガスエンジンがこちらでいきますとですね、中速のディーゼルエンジンになります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それで一番前の女性の方お願いします。日本テレビの上野です。今回の、修正が与えられた製品で実測値が使用値を満足する場合のところなんですけれども、これあえて下に書き換えをしている、性能を低く見せているっていうのは、これはばらつきをなくすっていうことがどれだけ大事なのか、その現場従業員にとってどういう心理が働いて、これかなりの数行われていると思うんですけれども、ここの部分のご説明をお願いできたらと思います。今のところヒアリングで正確にはまだ確認はできておりませんけれども、まあ、概要としてはですね、あまりいい性能のエンジンを出すと次のエンジンが
すごく悪く見えて、なんで俺のエンジンが悪いんだというような、まあ、コメントを受けやすくなるといった影響とか、なんでこんなに前のエンジンと違うのっていういろんなその乖離についてのお客様への説明が非常に煩雑になってくるというので、まあ、あるゾーンにですね、入れたいという心理がどうやら働いたようだというのがおぼろげながら分かっておりますけれども、この点は非常に重要な点なんで、特別調査委員会でしっかりと報告をして、また対策を練っていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは NHK の記者の小木といいます。どうもありがとうございます。一個認識をもし間違ってたら恐縮なんですが、特別調査委員会の立ち上げは私これからだと認識しているんですけども、いつ頃に立ち上げて、まあ、スケジューラーとしてどのぐらいの時期にこうまとめてもらうというか、それでスケジュール感を教えていただきたいのと、2点目が、先ほどの武田さんの回答の中で、これまでのヒアリングで80年代後半から不適切行為があったという証言を得ているとおっしゃっていたんですが、この理由というか、その方は例えば、前任者からの引き継ぎでそういうような不適切な行為があったと認識していると言っているのか、まあ、それとも何か違う理由なのか、どういったことを言っているのか教えてください。はい、まず最初に特別調査委員会でございますが、もう本当に急いで、というふうに考えております。ご参加いただく方のご都合もございますので、いついつまでというふうにはなかなか申し上げられないんですけれども、できるだけ早く、ということでございます。で、まあ、今日国交省様の国土交通省様のプレス発表もございましたけれども、まあ、5月1日にはですね、5月末には、報告書を出しなければいけないと。で、そこで終わるとは思ってないんですけれども、ある一定のところまでは行かなければいけないというふうになりますので、そこは一つの目処になるかなというふうに思っております。2点目の質問についてですね、1980年代後半に今回のその書き換えを行っている該当部門に、まあ、その部門に入った人にヒアリングをした結果、やはり先輩からやり方を、まあ、指導を受けてやったという証言は得られております。まあ、そうすると少なくとも、まあ、前半とかそれぐらいからは、まあ、そういうのがあったというふうに推察はされるということですか。まだその1980年代後半より以前の部分というのは、まあ、証言も得られてませんので、まあ、これからしっかりと調査をしていきたいと思います。その証言というのは、その一人なのか、それか複数人からこういう数字、80年代後半というのが出てきているという、かなり以前に入社されたご高齢の方なんで、今得られている証言はお一人です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、はい、2列目の、はい、東洋経済の方といいます。2点をお願いします。一つはちょっと2019年の資格検査の際に設定された再発防止策の具体的な中身というのはどういうものだったのか、ちょっと改めて教えていただけるでしょうか。今回その発覚のきっかけとなった社員による申告以外にどういうことをされてきたのかちょっと教えてください。はい、2019年の際の是正というのは、これはいろんなものがございました。で、まあ、例えばその非常に実務的な話としてはですね、あの時検査員はハンコを持って、確認するというのがずっと続いていたんですけれども、そのハンコの貸し借りをやっていたというのがまあ一つあって、それでそれがハンコを貸し借りをして無資格検査員がまあ検査をしたと、あるいは検査の日にちをですね、違う数字を入れていたということがあって、まあ検査員ハンコの方ですね、でハンコをやめるとかですね、サインにするとか
それからどうしても犯行がいる場合には、その管理を厳格にするとか、その人しか開けられないところに必ずしまうとかですね、まあ、そういった細かいところもございます。そういうのは数多くございました。でコンプライアンスに関しましては、コンプライアンスのまず宣言を出すということ、それから、教育をですね、きっちりと行う、それは初回教育、それからリカレント教育と称しまして、まあ、1年に1回全員が受けると、1年1回以上ですね、全員が受けるというようなことをやっていると。それからもう一つの大きな柱はやはり対話活動でございます。現場と、まあ、経営層がですね、つながっていないんじゃないかということがございまして、で、まあ、先ほど対話活動をきっかけにというふうに今回のことも申し上げましたけれども、まあ、そういったのをいろんな階層で行っていくというような対策、それからあとは現場とですね、技術人とのコミュニケーションが悪いんではないかと、でそういったことを、現場と技術人をチームにしてですね、問題点を解決していくようなことをキャンペーンとして行うとか、でそれを毎年続けていくというようなこともやっております。5年前の会見の際に当時の水岡社長はもう過去に不正を見つけられるチャンスがあったというような話をしていたと思うんですけど、ちょっとどうしてこう繰り返してしまうのかといいますか、いろいろ対策されていたと思うんですけれども、今その意識とシステムみたいなお話もありましたけど、なんかどうしてこうちょっと組織風土の問題で理性が立ってますけれども、副社長の中でやっぱりどのようにこう見てらっしゃるのか、教えていただけますでしょうか。はい、ここの点につきましてはですね、本当に、まあ、その点は私も一番知りたいところでございまして、まあ、調査委員会で、きっちりと、やらなければいけないんですが、これはまだ分かりませんけれども、言葉を出してください、言葉が通るような職場にしましょうという活動、あるいは対話で一生懸命会話をしましょうということはできるんですけれども、例えば今回のことのような、まあ、長い間ずっと、やっているようなことをですね、どうやって安心して言えるようにするか、まあそういうような仕組みというのがやはりいるんではないかというようなふうに私は今思っております。これはそのコンプライアンスと、検査をやっている方、あるいは現場の方々が、うちの作業員がですね、コンプライアンス意識が欠如していて言えないというよりは、まあ、長いことやっている、こういうのはなかなか言葉に出せないんだと、で出せないことをどう、この言った時の、まあ、心理的安全性といいますか、そういったことがあるんではないかなというふうに、まあ、思っております。で、そういったことをこう、出せるような、あるいは見つけ出せるような、仕組みというのが必要なんではないか。言っていいよ、これで会話するからねということを増やしていくだけでは、ひょっとしてダメなんではないかというのが、まあ、今これは私自身の、感想でございまして、今持ってる感想でございまして、まだこの本件につきましては調査も不十分でございますので、まあ、予断を持ってはいけないと思ってますけれども、一つにはそういうことがあるのかなというふうに考えております。もう一点だけ、先ほどヒアリング、証言が正しくは40年以上にあったかなり長期間で出荷台数も大きい品質問題になるかと思うんですけれども、顧客への対応というのをちょっともう少し具体的に教えていただきたいんですけれども、この性能に関する今回問題で、安全に関するデータ改善ではないというご説明だったと思うんですけれども、このエンジンの交換みたいなのがやっぱり必要になって、そのまま使ってよいという認識なんでしょうか。
はい、基本的にはですね、先ほど申し上げたようにお客様とのご契約の内容が一個一個違うものですから、一概にこうしますああしますというのはこの場ではですねなかなか発言しづらいんですけれども、エンジンを収めて、書き換えを行っていた行って使用中満足しないお客様とはですねしっかりと対話して交換というよりは何か手を打っていくっていうそういう流れになっていくと今後思っております。何か手を打つというのは何か保証とかそういったお話ししますか？そういった流れになってくるんじゃないのかなというふうには考えております。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは一番右の、はい、入った、ありがとうございます。日経ビジネスの斉藤と申します。最初の内部告発についてなんですけれども、この内部告発というのはこの IHI 電力子会社の社員の方がその親会社の IHI に対して行ったものなのか、それともその子会社内に話があってそれが親会社に当たってきたものなのか、ちょっと一つ勉強を教えてください。はい、こちらの方はですね、証言者保護の観点から、詳しくは申し上げられませんけれども、社内、IHI原動機の社内で、社内同士で証言が上がってきたということでございまして、社内でですね、初期の調査をした上でですね、これが、かなり広がりのあるものだと分かった段階で、IHI の報告に上げてですね、IHI グループとしての原因調査に進めてまいったという経緯でございます。ありがとうございます。すみません、もう一点数値の書き換えについてなんですけれども、今回その該当機種が、船舶用で58、陸上用で、40というところで、その該当機種それぞれに対して使用値が設けられているかと思うんですけれども、その同じこの機種であれば同じ実数値に書き換えられていたのか、それとも、修正がある程度発覚しないようにその使用値内に多少ばらつきを持たせた書き換えが行われていたのか、どちらなのか教えていただけないでしょうか。記録調査の途中ではございますけれども、基本的には使用地内でばらつき、ある程度ある形でですね、記載がされておるという結果は得られております。それというのはそのいわゆるその先輩からそういう慣例があったというお話の中で、この程度の幅を持たせた変更をするよみたいなですけれども、そういったものが伝わっていたと。そうですね、どういう形で伝わっていたかというのはですね、それぞれだと思いますけれども、基本的にはですね、そういった調整をするような申し伝えがされていたということはヒアリング結果から得られております。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは隣の新潟民放社と申します。今関連もあるんですけれども、80年代後半からも不適切行為があったというふうなヒアリングで出た話があったと。でこれはまだ石川島針の重工業に情報されていなかった新潟鉄工所時代の新潟の工場の中での話というふうな理解でよろしいでしょうか。はい、今おっしゃった通りでございます。ありがとうございます。今回 の不正といいますか、行われた現場となったこの2つの工場、新潟と太田とございますけれども、このちょっと概要についてもう少し詳しくお伺いします。それぞれ製造工場であり、各工場で作ったエンジンの品質管理が各工場内で行われていたということでしょうか。で是正されたという今も一応その流れは同じなんでしょうか。はい、それぞれの工場で、組み立てを完了させて、その後試運転をやって、その後各工場で、試運転のデータを取るという流れでございます。で是正も両工場を一斉に行っております。ありがとうございます。資料の8ページ出荷台数の実際に出荷されたエンジンの数が4881、656、船舶用と陸用でございますけれども、これ各工場ごとの内訳はございますでしょうか。もしありましたら示していただけるとありがたいです。
現在ちょっと持ち合わせでございませんが、あのデータございますので、あのお知らせすることは可能です。ありがとうございます。ざっくりこの新潟工場と太田工場のこの出荷のあの台数、どのくらいの種生産力があるかというのを、あの同じぐらいのあの規模なのか、新潟の方が大きいのかとか、そのあたりはちょっと。あの新潟内燃機工場の方はですね、割とあの私どものラインナップの中では大型のエンジンを生産するラインになってますので、台数でいきますとですね、太田工場の方がまあ圧倒的に多いということになっております。太田工場はどちらかというとまあ量産品、半量産品に近いようなあのエンジンを製作をしておりまして、大型のですね、特殊用途向けを中心としたエンジンを新潟内燃機工場で作っているという、そういう住み分けをしております。ありがとうございます。長くなって申し訳ありません。そのエンジンのお話がありましたので、今回あの対象になった D 列ウェルエンジンが3種類、ガスエンジンの1種類ございます。それぞれ新潟工場、太田工場、どっちの工場でどっちを作っているかと、そういうのがあったら教えてください。ですね。まずガスエンジンでございますけれども、ガスエンジンは主にですね、新潟内燃機工場で作っております。あと低速ディーゼルエンジン、こちらの方もですね、新潟内燃機工場で作っておりますけれども、昨年度からですね、一部太田工場でもですね、生産を開始しております。あと中速エンジンとですね、高速エンジンにつきましては、主に太田工場の方で生産をしております。ありがとうございます。最後になります。あのいつ出荷分からこう今回の是正が行われたというふうに言えるものがあったら教えてください。3月6日以降でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、2列目の、女性の方、失礼いたします。朝日新聞の田中と申します。まずあのその質問のところなのかもしれないですけど、あの今回このデータの書き換えをしていらっしゃったその現場の作業員の方々というのは、この書き換えが不適切なもの、良くないものだという認識のもと書き換えをしていたのかどうかというのは分かっていますでしょうか。はい、あのヒアリングの結果からですね、非常に心苦しいというような声を数多くの今回の進展を検査系あの記録を作ってきた人からは得られておりますけれども、その心苦しさがですね、ちょっと個人によっては差があるというのは あると思いますけれども、ここはしっかりと今後もしっかりと確認していきたいというふうに思います。その人によっては、例えば前任者から引き継いだもので、それがそういうふうにするのが、ある種当たり前というか、そういうふうにすべきだと思ってやっていたという方もいらっしゃったということです。あのヒアリングの中からは、当たり前だというようなあの証言は得られておりません。わかりました。あと、先ほどその、引き継ぎの形式はいろいろあったというふうなあの説明があったかと思うんですが、あのマニュアルのような、例えば文書のようなもので引き継がれていたという。あのヒアリング その点はですね、私も非常に気になって、マニュアルがあるんじゃないだろうかっていう形で何度も何度もヒアリングの中で申し上げました。で結果としてはですね、そこはないと、ヒアリングの中で、まあ、そこは全員がですね、ないと、口頭で先輩から、まあ、引き継ぎがあったというのが確認できております。分かりました。もうね、その書き換えがあったのが新潟の工場と、太田の工場だと思うんですが、この書き換えの方法というのは、その2つの工場で同じような方法で行われていたんでしょうか。これはですね、まだあのどこから始まったのかというところがですね、まあ、その過去にかなりさあの古くに遡るものですから、どこでどういうふうにこう始まったのかということがですね、解明できておりませんけれども、今、その古くからのですね、いろんな方のですね、ヒアリングからいきますと、両工場で同じようなやり方がされていたということはですね、確認をできております。それからその口頭の方で引き継ぎがあるって話だったんですけど、そうするとその
新潟の方でもその高騰だし、大田の方でも高騰で引き継ぎがある。それが何ですかね、人事異動みたいな形で作業員が移動する中で同じような書き換えの方法が行われるようになったということですか。そこはまだ解明できておりません。わかりました。はい、以上になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他ございますでしょうか。一番、はい、後ろの、はい、男性の、あ、後ろの方に手を挙げていらっしゃる、はい、はい、テレビ朝日島野と申します。よろしくお願いします。何点かありますのでご一緒お聞きします。冒頭おっしゃったその4割製品の4割で、数字の書き換えだと思うんですけれども、ちょっとこの何分の何かで、つまり10分の4で4割だと思うんですけども、これって何と表現すればいいのか、つまり2003年以降のホニャララの商品すべての中の4割、ちょっとこの4割の表現値がどういったらいいのか、ちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。2003年以降の白洋エンジンが多いんですけれども、白洋エンジンの4881台のうち書き換えていたのが使用値を満たさないものが2046あったんで、まあ、この割り算で4割という数字になります。4881分の2046。あ、その通りでございます。でも修正してるのは4215なんですよね。はい、あの使用値を満たさないものが4割ということです。あのちょっとここで読み取ってもわからないんですが、あ、じゃあ4割で修正が階段を行ったってはなくて、あ、まあ、階段が行われていたのは、その、4215ですよね。すみません、あの非常に分かりにくいんですけれども、はい、先ほど あのグラフでお示ししたように、はい、使用値を満足しているものでも書き直しているものがございますので、そういった意味では書き直している総数というのはものすごく多いんですけれども、はい、使用値を満たさないものというのが4割ございましたと、そういうご説明でございます。あ、なるほど。でもその要はそのばらつきを抑えるために安全圏内で上下するのは OK で、外れてるから上下するのはアウトではなくて、通常買い物自体はまあアウトなわけですよね。はい、あのそれはあのその通りでございますので、そうすると4割で何かがあったというよりはその、あの8割から9割に近いということです。それは何の8割というんですかね。この2003年以降の船舶用エンジン、出す移動エンジン分の数字の過失があったのが8割ということですか。まあ、あの白洋で4881に対して4215ですから、はい、まあ、大体8割ぐらい。これはそのということになる。IHR さんの船舶用エンジンで定義されるものが58種類あって、58種類のその例えば100、だから船舶用エンジンの8割で修正が行われた。それともこの当該機種の58の8割で行われたのか、ちょっとその辺がよく分からないんですけど、本当はこの該当機種数というのは階段が行われたのが58であって、階段が行われてない該当しない機種もあるわけですかね。そういうことではない。一応こと分かりますかね。船舶用エンジンというのは実は60も70も80もあって、そのうちの58で階段が行われて、具体的には4215なのか、船舶用エンジン、そうですよね、該当するものだから、58っていうのは数字の書き換えがあったら58ですよね。だから、トータルで船舶用が100機種とかあって、そのうちの何割で過失があったかちょっと知ってるんですけども、ははは、難しいですかね。機種の中で何割かということをご質問されたいという
趣旨でございますか。なんか、まあ、単純なのは100台のエンジンがあったらそのうちの4割で買い取ったら4割じゃないですか。でも、はい、そうではないので、なんかこう適切な表現がないかなと。製造する船舶用エンジンの8割で階段があったなのか、製造している100機種のうちの58機種の中の8割で階段があったのか、なんかそういう感じなんですけど。今日ご説明させていただいたものはですね、まあ、船舶用エンジンでいきますと、4881台、これが出荷台数になります。58種類の。で、その4881台のうちですね、はい、データの修正をしていった総数が4215台。ね、すなわち4881台のうち4215台が、何らかの形でデータ修正を行われたと、ね、はい、この4215台というのがですね、はい、4881台に対する比率として、まあ、8割から9割と、ね、今日はそういうご説明をさせていただいてますけど、要は58機種の8割ですね。そういうことじゃなくて、はい、でもその IHC さんの生産する出荷の特用エンジンっていうのは58種類が 100% ではないですよね。なるほど。なんかそこら辺はちょっと乗り込めないんですけど、2003年以降出荷した白用エンジンは、すみません、今手元にデータがないんで、はい、もっともっと種類はある、58が全てではないという認識ではございますけども、ね、じゃあプラスいくつなのかっていうデータがございませんので、しっかり調べて広報の方から後ほど回答させて、なんか全ての8割とかになっちゃうので違いますよね。この調べた船舶用の中で58種類の8割で、まあ、上げたり下げたり、まあ、妥当な範囲でも数字で、これは全てです。これ全てです。あれがあったと、修正があったという理解で、こういいですかね。ないです。はい。はい。広報の坂本でございます。ですね、台数は4881台というのはこれトータルでございます。58種類の。これ船舶用該当と書いてますのが修正に当たるところでございます。はい。はい、で出荷は該当というよりは、要は、まあ、修正をしてないエンジンも含まれておりますので、そうですね、58機種は、この表でいきますと1個飛んでデータを修正した台数にかかってきます。総台数、4215が該当をすると。ああ、じゃあですから、もう白用エンジン、まあ、白用エンジンいろいろ他の、まあ、ガスタービンなんかもあるんですが、はい、こちらの、まあ、ディーゼル系のエンジンにおいて当社が2003年以降出荷してきたエンジンの8割近くが何らかの修正を行っていたということでございます。機種はあくまで該当で修正をしたというところにかかっています。修正が行われた種類の数ですよね。製品、機種の数。だから IHA さんが製造する船舶用エンジンというのはもちろん58よりも多い。何種、100とか200とか。そうですね。そのトータルの機種まで、すみません、今データが、はい、2003年からですので、二十数年間で、すべての機種というと、おそらくもっと、そうですよね、多い、はい、機種もございます。ただ、それを全部ちょっと、ここで担当はできておりまして、だから、2003年以降で製造された58種の機種のうち、58種類でその4881台作っていて、そのうちの4215でマクラスマイナスの回避があったということですよね。だから、あくまで特定の58種類の8割において回避があったと。だから、回避されてない、全く真っさらなやつも何十種類もあるかもしれない。っていう理解で。ちょっとご理解が違う。あ、違います。4215台書き換えのあったやつを、はいはい、機種でまとめると、58ありましたと。そうですね、いう結果で、じゃあ4881がトータルで何機種なのかっていうのが、
データがないもんですから、まあ、例えばこれが68だったら 10機種はあの書き換えがないんだけども58がありましたと、そういう形で。ああ、じゃあこの出荷台数は58機種の内訳ではない。違います。あ、違うんだ、はい、もっと多い、4215の内訳でございます。つまり58種類以上の種類の船舶用エンジン、出荷台数の方はですね。はいはい、はい、なるほど。そうか。じゃあやっぱりその2003年以降の出荷している船舶用エンジンの8割ぐらいでデータ修正があって、それは58機種に及んだってことですか。あ、そういうことです。はい、うん、分かりました。それでこのはい、そのことのつながりなんですけども、まあ、これはデータ上分かるのだけで2003年以降にこれだけあったと。で、先ほど来何度か我々はお聞きしてますけれども、1980年代にもあったというのは、それは要は口頭では確認できるけれども、データ上このような、まあ、数としては測り得ないということですかね。という、まあ、まず、はい。工場によって差はございますけれども、2003年より以前のデータも現存するものもございますので、今後しっかりとですね、2003年より前のデータについてはこれからしっかり調査していきます。あのですね、はい、この表なんですけれども、使用値を満たしたもの、満たさないものってあるじゃないですか。つまり、この数字をちょっといじると、上げ下げすると、上げ下げしたとしても満たさないものがあって、要はそのずらしきれないというか、それはその製品はどうなるんですか。それもお客さんとの話し合いで、ちょっとこの理想値よりは離れてるけど、まあ勘弁してほしいなのか、また新しいエンジンまで待ってほしいなのか、そういうものなんですかね。今までの調査の中ではですね、全てのものをですね、その使用値の中に収まるような数値にしているというような調査結果になっております。でも使用値を満たさないっていうのは、ああ、違う修正が 4200 で修正はしてるんだけれども、1個目のこの A のうち満たした台数っていうのは、そのいじらなくても OK だったやつが2169、その通りでございます。どうにも動かしたいから動かしたというのは2046。あ、その通りでございます。分かりました。それでちょっと我々の一般的な感覚で申し上げますと、車とかバイクって、まあ、燃費、まあ、リッター何キロ走るみたいなのが書いてますですよね、使用書に。それって全部同じだって私認識してるんですけども、この船舶とかの場合っていうのは、なんていうか、このできた一個一個の個別で数値が変わってくるものなんですか。それによってそのお客さんと、今回ちょっと 0.1% 低いんだけど、これでいいかなっていうのを毎回契約で取り交わすような業界といいますか、ビジネスなんですかね。同じ型式のエンジンでもですね、お使いになる出力が違う場合がございますので、その場合はですね、この仕様のお客様とですね、に提出する仕様、これは違う数字になりますけれども、基本的には同出力の同型式のですね、エンジンでしたら同じ使用値になるというふうに理解しています。で、これ満たさなかった場合は、なんかそのじゃあ買わないとか売れないとか、そういうことになるから、その範囲内にとどめようということにつながるですかね。それは開発時からですね、まあ、始まってき、まあ、どういう燃費でですね、まあ、使用を決めていくかということになってまいりますけれども、まあ、当然その開発時の目標値がありまして、そのところからですね、まあ、開発を進めていって、まあ、最終的に開発でですね、達成した燃料消費率がですね、まあ、使用値として設定されていくんですけれども、まあ、その中でですね、今度量産に入った時の個体差のばらつきが出てくるんですけれども、そのばらつきの中でですね、どうしてもその開発目標で、開発で達成した実績のですね、燃料消費率が、
ばらつきの中で外れてくるというものが一定数出てきてしまうということがですね、ありまして、このあたりが仕様のところに入ってこないというような結果が得られております。今回この問題の非常に難しい点は、使用地の位置づけというのが契約一個一個、お客様との契約一つ一つでちょっといろんなケースがございまして、まあ、例えば絶対保証しなきゃいけない使用地なのか、あくまで目標なのか、あるいはその外れたら何パーセントについていくら、まあ、罰金払えばいいよというものなのか、それがですね、契約によって違ってきます。そういった点でですね、外れたらどうなるんだというのは、その契約を一つ一つ見た上でお客様とご相談という流れになるというふうに認識しております。じゃあこの、まあ、車で言ったら1旦15キロ走るって言って14しかなくて、ダメだそれじゃ買わないとかじゃなくて、14番も、まあ、あり得るとか、まあ、ちょっと不足があったりすればそのまま契約が進む場合もあるし、もう一回計算し直して出して、やっぱりどうしても15じゃなくて14しか行かないから他のサービスつけるとか、なんかそういうような一個一個の、 あのお客様との打ち合わせになりますし、うん、あの車の燃費と違うのはですね、これあくまでエンジン単体の燃費なんで、これを船に乗せて、例えば重量が違うとか、船そのものの出来が違うとか、いろんなケースがございますので、お客様一個一個に対応していくという流れになっています。あと1点ですけれども、最初に触れられましたノックス規制のところなんですけれども、これってその燃費と関係する話なんですか。ちょっと理解ができなかったんですけども、燃費の数字を調べていたらノックスに触れるものが確認された。この辺ちょっと詳しく、この燃料消費、失礼しました、ノックスのですね、排出量をですね、計算する式がございまして、でこのまあ、ノックス排出のときにですね、その排ガスからまあ計測するわけですけれども、排ガスのですね、流量を算定するのにですね、この燃費を使うような計算式になっておりまして、その最終的に IMO で定められた燃料消費率を合わせて、ノックスを計算するのにですね、燃料消費率がその式の中に入っていると。いうことで、まあ、この燃料消費率が数字が変わってしまうと、ノックス排出量も変わってしまうということになっております。これはだから、直さなきゃいけないというか、そのダメな例として認識し直さなきゃいけないってことなんですかね。この何点かについては、これはもうノックス規制的に買うと、他の燃費の良し悪しというのはどれだけ走れるかっていう非常に安全性は何もないですけど、ノックス規制に関しては、なんか、じゃあこの船舶は航行停止とか、その引っかかるものは、なんか、交換しなきゃいけないとかいうようなことになってくるものなんですかね。その点についてはですね、今、監督官庁と協議をして、これから決まっていくものだというふうに認識しております。わかりました。ありがとうございます。これで以上です。はい、ありがとうございます。それでは、前の先生にお伺いいたします。NHK では前と言います。ちょっと一点教えてください。本日国土交通省さんのリリースの方で、ノックス規制にかかる不足の領収が確認されるまでの間、IHI 電動機車に対する関連消費の効果は行わないようにを通知したということで、お子供の資料も出てるんですけれども、これはもう、ここで関連消費というものが放出されなければ、その IHI 原動機さんのビジネスにどういう影響が出るかってちょっと教えてもらえます。例えば、新しい製品の出荷が、製造の出荷ができなくなるとかですね、その関連消費層っていうのはどういうもので、これで放出されないとどういう影響が出るかっていうのを教えていただいて。こちらの方はですね、今日、国土交通省様からいただいてまいりましたけれども、現在その影響についてはですね、今確認中ということでございます。ここで関連証書っていうのはどういうところ、業界的に、すいません、そのあたりも今確認をしているところでございます。でなんかその業界に関連証書というのはこう一般的にあるわけじゃないですか。おそらくあるんだと思いますけど、すみません、私の方の理解が不十分なのかもしれません。はい、ちょっと確認させてください。
種類かございまして、それぞれの聴取によって、今おっしゃったようなそのなかなか出荷ができないとか検査を受けられないとかいろんなあの影響が出てくると思いますけれども、その点についてはこれからしっかりと対応していきます。ありがとうございます。他はございますでしょうか。一番前の、女性の方お願いいたします。日経 DP の中間と申します。3点ありまして、まず1点目ですけれども、今回あの改ざんにこう携わっていた部門というのが工場製造部門ということなんですけれども、具体的にどういったあの、まあ、職種の方がその、まあ、改ざんに手を染めてしまったのかというところをちょっと具体的に教えていただきたいんですけれども、まあ、その春点を計測する方、記録する方、その、工場試験成績書を作成する方っていうのはそれぞれ独立しているのか、あの一人の方がやっているのか、そこをちょっと教えてください。はい、あのこちらの方はですね、計測、記録作成、記録取りまとめ、すべてですね、同じ係員がやっているケースがほとんどということになって、あの調査の結果そういう形で結果が得られております。そこの係の方っていうのはその工場ではお一人みたいな形なのか、それとも複数？あの複数おります。その計測の時点でこれはまずいなということで、すいません、記録を書き換えるというような取引が働くようなものということですか。はい、ありました。2点目ですけれども、そのエンジンによって個体差があるということで、その個体差によってのその、バランス機の変動っていうのは通常何パーセントぐらいなのかっていうところをちょっと教えていただきたいのと、その、規制をこう逸脱するようなレベルっていうのがさらに 何パーセントぐらいなのか、その幅のところをちょっと教えてください。あのまあ、今回ですね、改めてその実績のばらつきがどのぐらいあるのかというのをまあ調査してみましたけれども、まあ、エンジンの機種によっても多少異なりますけれども、大体 3% から 5% ばらついているという結果が得られております。個体差が3から 5%、はい、それで、最大で 10% ぐらいまでこう、差があったものっていうのは、こう規制を逸脱するような値になってくる、そういうことですか。まあ今回4割ぐらいが外れているというのはですね、まあ大体こうヒストグラムの中のですね、まあ大体この半分ぐらいということになってます。で、まあその最大 10% というのは非常にまあレアなケースだと思っておりますけれども、あのまあ大体そのまあ使用値がほぼヒストグラムのまあ真ん中近辺にありまして、そこから外れてくる部分がですね、使用値を満足できないというような結果が得られております。ちょっと、認識が間違ってたら教えていただきたいんですけれども、その実測値と使用値の乖離が平均で、例えば船舶だと 1.8 とかっていうことですけれども、それに対して個体差は3から 5% ぐらいあるということであれば、もう個体差レベルのお話で移動している、あの、バランス機を調整しているというふうに思えるんですけど、そういう話じゃないですか。あのここで申し上げている使用値というのは、そのあるばらつきを、まあ、交差とかいうばらつきを考慮した、超えちゃいけない部分というのを使用値と申し上げているので、それを超えたらダメだというラインが使用値に該当します。その使用値に対して、1.8% とかの幅で、オーバーするものが、まあ、先ほど言った、まあ、非常に少ない数では 10% とかいうのがあったんですけども、そのオーバーしている、その超えちゃいけない線をオーバーしているものの平均値というのが、船では 1.8%、 陸では 1.2%、 そういう理解でございます。わかりました、ありがとうございます。最後に、森田さんにお伺いしたいんですけれども、まあ、こうしたこう改ざんというか、その不正のこう試みとか緩みといったところは、やはりこれからまあ是正していかなければいけないところかなと思うんですけれども、まあ、それがどういうところから来ているのか、
その根幹のところっていうのを、まあ、改めてちょっと現時点でどう認識されているのか、なぜこういうほころびが起きてしまっているのか、ちょっと総括していただけますでしょうか。はい、先ほど意識と仕組みだと申し上げました。で、意識で、そのルールを守らなくてもいいんだ、まあ、コンプライアンス意識がないというのは極端に言えばそういうことになります。で、そういう意識の場合もあるんですけれども、個人がですね、そういう場合もあるんだと思うんですが、多くの場合は他にやりようがないと言いますか、技術的にですね、あれ本当に必要かどうかは別問題として、ある、入れなければいけないところになかなか入らないような製品を作っているという行為そのものが問題だというふうな場合が私は多いと思っています。 なのでそこに、そういうことが起きないようにする仕組みっていうのが本当は非常に大事なんだろうというふうに考えております。もちろん意識の問題はございます。ルールを守らない、守らなければいけないんだ、我々は愚直に守らなければいけないんだ、ものづくりというのはそういうものだ、そういうところも、そういうところはもちろんございます。それは絶対に必要なんですが、そのことと、それからもう一つ、作れるような作り方にするとか、設計の仕方にするとか、そういったことがきっちりできているか、そういうことができるような仕組みになっているか、でそれが基本きっちりできていればですね、そのコンプライアンス違反をしなければ作れないようなものにならないはずであると。そういうアプローチがいるんだ、不足しているんではないかというちょっと思いがございます。繰り返しになりますけど、今回の事例が本当にそうだったかどうかはまだ調査が不十分でございますので、予断を持ってはいけないと思ってますけれども、多くの場合そういうことが多いのかなというふうに思っております。なので仕組みをきちっとしていかなければいけないというのは、現場の作業の仕組みという単純な話って狭い範囲の話ではないというふうに思っております。ありがとうございます。それでは一番右の、はい、前の方お願いします。すみません、天気新聞の佐々木坂と申します。よろしくお願いします。陸用のエンジンはですね、使用値を満たない台数が12台ありますけれども、このうちの発電の用途は何件かということをまずお伺いしたくて、またその発電用途というのは自家発電でいいのか、中には例えば原子力発電所の非常用発電機もあるのかということが一つ目です。すみません、原子力発電については私の方からお答えします。今回のですね、その陸上用の総数の中に原子力発電所向けの非常用のですね、発電機のエンジンというのが含まれてございます。含まれているいります。はい、ただしこれは2003年以前のものというのは非常に少ないんですけれども、原子力発電所については当社で確認できるすべてのデータを確認してございます。全部で43台ございました。で、そのものについてはですね、現段階の調査では使用値を満たさないものはないということが確認できております。使用値を満たした範囲内でデータを変えたものが43台。いやいや、データを変えたものじゃなくて、総数が43台で、中には確かに今おっしゃったように、一部のデータが、書き換えられた部分がございますけど、その数は非常に少なくございますけども、元のデータをですね、しっかりと捕まえて、使用値と見比べた場合でも、すべてのデータが使用値を満足しているというのを確認してございます。
発電設備における結果でございますけれども、現時点のですね、調査におきましてはですね、出荷台数が149台、ございまして、使用地を、から外れているものが4台、あるということが現時点では判明しております。発電用です、はい、それは国内も4台ですが、使用地から出ている4台というのは国内海外はいけますでしょうか。国内でございます。すべて国内です。はい、ありがとうございます。2問目としましては、船舶も陸用もかもしれませんが、使用地を満たしてない、使用地を満足していない場合の書き換えというのは、もし今使用地を満たしている製品を納めているときと比べて、経済性が価格によっては下がって、燃料の消費量が多くなるかと思うんですけれども、もしその使用地を満たしているものと比べて、その例えば顧客は年間、例えば燃料費が、どれくらい多く払っていることになるのか、例えば何百万円とかになるのか、何千万円か、億円になるのかといった、どれくらいの経済損失に価格はなりそうなんでしょうか。先ほど武田が申し上げたとおりですね、われわれが試運転をしてますのは、工場でエンジン単体の、ものでございまして、実際はですね、船舶でも電力用もそうですけれども、お客様の運用条件、これによってですね、要は発電設備、あるいは船舶のですね、運用条件によってですね、大きくその燃料の使用量、こういったものが変わってきますので、私どもでですね、一概にどのぐらいの損失が出ているかということは測りきれないというふうに考えております。陸で申し上げると、常用なのか非常用なのかによって、稼働する時間が全然違いますし、例えば船舶で言いますと、タグボートっていうのは非常にこう短い距離を、しかも夜走らないっていうようなのと、内航船みたいに少し長い距離、外航船は私どもはあまりやってないんですけども、内航船みたいに少し長い距離をずっと走り続ける船と、タグみたいな湾内を昼間だけ走る船によって、全然全く条件が変わってますので、そのあたりは一つ一つしっかりと確認をしていきたいと思います。ありがとうございます。最後の質問ですが、今回これがお客との協議ということがあるということが必要ですけれども、協議が必要になってくる顧客の数というのは何社ぐらいになるんでしょうか。船舶に陸をそれぞれで伺えるとありがたいのですが、これから真摯な対応してまいりますけれども、私ども、一つこれからそれぞれのですね、お客様と、対応していくことになりますので、お客様のご意向もございますので、そのあたり、踏まえながらですね、これから我々としても、見極めると申しますか、算定をしてまいりたいというふうに思っておりまして、現時点ではちょっとそのあたりはまだわからないというところでございます。納める先がですね、中間のところがあったり、直接お客様に納めるものがあったり、非常にその営業ルートが多岐にわたっておりますので、しっかりと整理をして、対応していきたいというふうに思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。その他の質問が、一番入りたいの、はい、それいきます。日本経済新聞の伊沢と申します。ちょっと基本的なところで確認をさせていただきたいんですけれども、IHI 原動機さんは、何パーセント出資の会社であるのかと、売上高ですけれども、23年3月期で、740億円とありますけれども、この今回問題になっている船舶用ディーゼルエンジンの出荷、この売上というのは、この740億円のうちどれぐらいを占めているんでしょうか。はい、IHI 原動機は 100% IHI の子会社でございます。それと、売上高に占めます箔用エンジンの割合は約5割となっております。わかりました。それから5月8日ですね、IHI さんと本体の決
決算を控えていると思うんですけども、そこに向けて、例えばその、まあ、今見積もれる限りで例えば比較的に積んでいくとか、そういったお考えは今のところございますでしょうか。その点につきましては、まあいろいろなシミュレーションをしておりますけれども、今のところは多分ないのではないかと思いますが、ちょっと確定的なことは申し上げられませんので、控えさせていただきます。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。読売新聞の大塚と申します。2点確認なんですけれども、1点目がちょっと細かいんですが、三井 E&S さんに船舶用エンジン事業譲渡されていると思うんですけど、そこについては何か影響がないのかというのも確認させてください。もともとエンジンのサイズ、あるいは低速機関というところでですね、そのエンジンの、作り方も違えば、全く違う工程ということになって、同じエンジンではございますけれども違う工程になっておりますので、そちらの方とはですね、今回は切り離して、今の IHI 原動機のですね、エンジンについての調査を進めているということでございます。ありがとうございます。はい、2点目が今回対話活動、19年の不正の後に始めた活動で判明したということですけど、もう少し具体的に対話活動っていうのは、どんな活動でっていうところを伺いたくて、今回2月上旬に発覚ということですけど、その時に実際にその対話活動というのが行われたんでしょうか。この対話活動はですね、私が昨年4月に社長になってからですね、いろいろと、皆さんのご意見を伺いながらですね、どういった対話活動をしていけばいいかと、これ事務局が、人事部が事務局をしているんですけれども、とですね、人事部もかなりいろいろと問題意識、課題意識を持っていて、何らか活動していきたいというようなところでですね、約上期の半年間、昨年度ですね、かけて、人事部のメンバーとですね、ディスカッションしながら、どういう形で対話活動をしていくのが、一番効果的なんだろうかというようなですね、ディスカッションして、昨年度下期からですね、開始した、新たにですね、IHI 原動機の中で開始した活動でございまして、でまずはですね、ボトムアップで声を上げてもらおうと。いうところからですね、スタートして、できるだけ心理的安全性を確保した状態の下でですね、人事部のスタッフがそのあたりはかなりケアをしていただいて、でそれで少人数のグループを作って、今どんなことに悩んでいるのかとかですね、会社に対してどういうふうに思っているのか、こんなことをですね、話し始めるところから始めようというような活動をですね、昨年の10月から初めて、来てまして、かなり少人数で、ファシリテーターを置いて活動を繰り返対話を繰り返していくというような活動をしておりました。で、2月にもですね、そういった活動がですね、10回以上多分2月は行われていると思いますけれども、その中でですね、そういった活動を、していたということでございます。ということは、人事部員の方とか、はい、当該の社員、今回声を上げた方を含めた同じような部署の方とか集まっていて、その場でそういう発言をされたということですかね。ちょっとそれ以上のことになりますと、証言者の、保護の観点からですね、ちょっと課題がございますので、差し控えさせていただきますけれども、そういった活動が、少しは効いていたら、一つの、効果といいますかですね、なのかなというふうには捉える面もあるのかなというふうに思っております。対面というか、その匿名ではなくて対面でそのご発言されたということですか。はい、その通りです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。その他ございますでしょうか。はい、日刊工業新聞の矢田と申します。私から2点質問させていただきたいんですけれども、まず今後 その観光庁向けの、受注、もしくは入札というんでしょうか、その、取引への影響というのを現時点で分かることがあれば教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
本日は国交省さん様のプレスリリースのございましたように、基本的にはですね、国交省さんもしっかりとお調べになった上で、判断をしたいということなんで、私どもは その監督官庁さんのご判断をお待ちするということで、今の段階ではですね、お答えできないというふうに考えております。ありがとうございます。仕組みが、今後再発防止に向けて、重要というお話があったと思うんですけれども、ノウハウであったりとか、そのどういう引き継ぎをするのかであったりとか、そういうある種のその情報管理みたいなところも今後、見直すことが必要なのかなと聞いてて感じたんですが、そのあたりも取り組まれるんでしょうか。はい、先ほど申し上げたように、その検査員が頻繁に独立しているかというようなことと同時に、検査記録のトレーサビリティですとか、その承認ですとか、それがどう正しくその大元につながるかとかですね、そういったところは仕組みの上で非常に重要な点になってくると思いますので、その点も見ていきたい、注力して見ていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他ございますでしょうか。はい、内容ですので、以上をもちまして会議を終了したいと思います。最後、終えたのか。はい、繰り返しに、なりますが、今回はですね、今後は特別調査委員会を設置いたしまして、さらなる調査、それから原因是正、に、を徹底してまい、りたいと思います。改めまして、お客様はじめ、ステークホルダーの皆様への、大変な多大なる、ご心配、ご迷惑をおかけいたしましたことを、改めまして、深くお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。本日はお忙しい中、お時間頂戴いたしまして、申し訳ございませんでした。今後は追加で質問がある方は、コーポレートコミュニケーション部までお問い合わせいただければと思います。本日はどうもありがとうございました。こちらの会場しばらく、はい、そのまま開けておきますので、もしよろしければこちらをお使いいただければと思います。